第2大リットン伯爵、ビクター・アレグザンダー・ジョージ・ロバート・ブルワー・リットンは、イギリスの政治家、貴族、1925年から1926年にかけてインド総督代理を務めた。日本では、満州事変の調査のため国際連盟が派遣した、リットン調査団の団長を務めた、リットン教として知られる。1876年8月9日。 第二大リットン男爵、ロバート・ブルワー・アリットンとその妻エディス・ビリアーズのさん、何として生まれた。生誕時、兄二人はすでに創生していたため着難としての出生だった。当時父は、インド総督を務めており、その在任中だったため、イギリス領インド帝国、シムラーで生まれた。なお、父はインド総督退任後の1880年に、初代リットン伯爵に助せられている。 イートンカレッジを経て、ケンブリッジ大学トリニティカレッジを卒業した。1891年11月に、父の死により、爵位を継承。海軍本部でキャリアを積んだ後、インド小政務次官、ベンガル総督、インド総督代理などを歴任。1927年から1928年に、かけては国際連盟インド代表団の団長。1931年には、 イギリス代表団の団長を務めた。1932年3月、立ン調査団の団長として3ヶ月にわたり日本、満州、中国各地を調査。10月に報告書を提出した。立ン報告書をベースにした、韓国が1933年2月24日に国際連盟総会で採択される。日本は3月に国際連盟を脱退した。 1932年10月19日、王立国際問題研究所で、イギリスの外交官、政治家等に対し、リットン報告書の内容について講演した。1933年に、ガーター勲章を受訓。1947年10月25日に死去。リットン博には、男子が2人あったが、長男アンソニーは、1933年に、 航空機事故で死亡しており、次男はアレクサンダーも、第二次世界大戦中の1943年に、北アフリカ戦線のエル・アラメインの戦いで戦死した。どちらも子供を残さずの死であったため、直系子孫に爵位を継がせることはできず、爵位は弟のネビルが継承した。1891年11月24日の、父ロバート・ブルワー・リットンの死去により、以下の爵位を継承。 ガーター騎士団員の清掃をしたリットン博を描いた肖像が1902年4月3日にパメラチ・チェリー・プロードンと結婚。彼女との間に以下の次男事情を設けた。ありがとうございます。